花の町コンクールで一つ花を獲得したプレートを飾る自治体花の町コンクールは国際的な園芸の大会。町村部門とブ部門とに分けられている。1977年にイギリス・フランスの2カ国で始まったが現在はアイルランド、ベルギー、オランダ、イタリア、ドイツ、オーストリア、スロベニア、クロアチア、チェコ、ハンガリーなど ヨーロッパ諸国がこぞって参加する大会となっている。国内大会を勝ち上がって国の代表となり本大会へ進むシステムとなっている。三つ花を獲得した案ン,ンボンニュ村のプレートフランスでは地方自治体の緑化を推進する目的で1901年の法令に基づき観光省が組織した町村園芸会議からスタートした。コンクール初年度は コミューンの参加が600であったが、1972年には5300、1993年には1万を超え、2003年には1万2000のコミューンが参加した。審査によって優秀とされると、花の町と書かれ、4つ花から1つ花までの段階を示すプレートが授与される。このプレートを各コミューンは自治体の入り口に貼ることができる。2005年には、 2806のコミューンがこのプレートを手に入れた。2005年度の花の内訳は以下の通り、ありがとうございます。